アメリカに来たらその感想もそうだけど、年末はマジで最強の俺見せれるわ。本当にね、めちゃくちゃ強いな俺今。いや本当にいや本当に試合したいっす。はい、ガチで。で、やっぱ試合をしていかないと自分の時間が進まないっていうのはね、自分でも分かってるんで、年末試合して来年はまあ少なくとも3試合はこなしたいっすね。でどん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 進んで、もう早く世界に行きたいなっていう、はい、立ち止まってらんないなっていう、なんか日頃練習しててすげえそういう意識に駆られるようになってきたんで、世界で戦っていけるようになりたいですね、早く。団体とかも、そう、なんか結局練習してどん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 強くしていっても、やっぱ試す場所ないと意味ないなって本当思ったんで、すげえ満足いくぐらいは慣れたんで、でどんどん試合していこうと思います。次の試合本当楽しみだな。